サウナにハマってるので、結構こういう地方に来たら、サウナ探して、いろんなとこ行ったりしてます。よく寝れる。家で。月に10回ぐらい。疲れ、すごく疲れてるときは逆に行けないんです。疲れに行くんで、汗かいて。だから、逆に疲れてる日はあんまり行けなくて。そこでさらに疲れて夜しっかり寝るみたいな感じです。青井真子です。年齢は23歳で、出身地は愛知県です。ゴルフを始めたのはあまり覚えてなくて、真面目にやってなかったので、最初は。なんとなくゴルフを始めて、気づいたら続けてました。テニスと水泳とスキーとダンスやってました。テニスは若干アプローチっぽい感じで、イメージ出すときは、ちょっと似てるなと思ってやりやすいです。アプローチ58、練習してて楽しい。いろんな打ち方があって、15本ぐらいですか。誠屋っていうところおすすめです。韓国横とえ、私さっきなんて言いましたっけ。韓国横とび、韓国横とびもうどっちか分かんなくなっちゃう。あんまりボギーを打たないので、でもその分バーディーが少ないのがちょっと課題なので、これからはどんどん攻めていけるように、バーディーを取ってボギー打ってもしょうがないと思っていく攻めのプレーを心がけていきたいなと思ってます。だいぶ良くなってきてるので、上げすぎないようにもちょっと心がけて、1時、2時、最終とどんどん良くなっていけるように挑戦したいなと思ってます。プロテストに合格して、QT でも前半戦の資格を取れるように頑張りたいと思ってます。